戦隊。なんだなんだ、攻撃もされないのにどうして墜落するんだ。すいません。バカ野郎、それで戦えるのか。すいません監督、すぐに修理します。大変だな。いや、せっかく見学に来てもらったのにいいところを見せられなくて悪いな。いや、そんなことありませんよ。興味津々です。迫力満点でしたよ、さっきのシーンなんて。本物の D 戦隊の諸君にそう言ってもらえると我々も大いにやりがいがあるよ。何しろうちはトリック撮影が一番の売り物なんだからね。世界一だよ。いや、 D 戦隊の映画ができるなんて思っても見なかった。我々の方が張り合いが出てくるよ。そうじゃんす、名誉なことじゃんす。でもちょっぴり照れくさいような気もしますわ。監督、ちょっと来てください。なんだ。今行く。まあ皆さんゆっくり見物していってください。博士、園田さんって一人でこの撮影所を作ったそうですね。そうだ。園田は高校生の時から映画気違いでな、将来は監督になって自分の撮影所を持つんだっていつも口癖のように言ってたよ。園田は特殊撮影技術で有名な映画会社モンスターズプロダクションの社長であり映画監督である。そして鳥居博士と高校時代の同級生でそれ以来の友人でもある。園田は人類を守る D 戦隊の活躍と内容を映画化し世界に発表することを考えた。そしてより面白い映画を作るため鳥居博士とその部下であるゼンたちに協力を求め制作を開始した。こうして映画 D 戦隊物語の撮影はスタートしたのである。よーい、スタート。休憩にしよう。今から30分休憩にします。この頃指定では、どうしてできないのだ。このトビーナの状況を舐めているのではないだろうな。それじゃあもう一度やるのだ。チャンバラなんかを撮るんだろうな。よくできてるわね。それにあの掘り割りすごいわ。よいしょ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 。あ、危ない。そうか、君は奥さんよりこの撮影所を愛しているのか。君もそうじゃないのか。奥さんや息子より D 戦隊を愛してる。そう言われればそうだな。行くよ。誰だろう。このスタジオには誰もいないはずだがな。よーい、スタート。あ
赤城の山も今宵帰り、東の空に狩りが飛んでいか。いっぺんに芝居心があるとは思わなかったな。園田さん、一平は映画スターになりたいそうざんす。使ってやってくれますか。ええ、あの怪獣の役でもいいんですよ。まあ考えときましょう。本当にごめんなさいね。僕が慌てもんなんですよ。いつもこうなんです。これじゃ監督になれないぞっていつも反省しているんですけどね。吉本君も監督志望なんですか。やっぱり園田さんのように。ええ、目標は園田監督です。吉本さんも情熱を持っていらっしゃるのね。いや、情熱かどうかわからないけど、善さんや愛さんが怪獣相手に命を懸けているように僕も映画に懸けていることは確かです。それだけの意思があれば大丈夫だよ。僕も見習わなくちゃ。吉本、そろそろ始まるぞ。はい、よーい、スタート。オッケー、よし、次行こうか。次はシーン106のカット5です。キャメラはあそこの位置です。監督、怪獣の中で役者さんが頭を強く打って気絶しています。おい、ソビーナ、ソビーナ、聞き、何ですって。 D 戦隊の映画が作られてるですって。ああ、 D 戦隊の奴らめ、撮影所まで遊びになんぞ言っておるわ。そうだわ、こうしてはいられない。地上に出て行って撮影の邪魔をしてやらなくては。その通りだ。 D 戦隊は今丸腰だ。倒すなら今のうちだ。シャドウは俺様が調教して後で応援に出してやる。行けぞミーナ。分かったわ。さて調教にかかるぞシャドウ。俺様の前で影を操ってみろ。D 戦隊物語の撮影が始まりますので、クロス。ライオンスタジオに入ってください。ここが撮影所か。やっぱり嫌だよこんなの。さっきは怪獣の役でもやるって言ってたざんしょ。いや、あれはほんの冗談だったんだよ。男は一旦こうと言ったらやり通さなきゃ。わかりましたよ。そろそろ本番ですからよろしくお願いします。重いなこれも本当。ルッカなんて最初の格好はだらしかない。用意はいいかい、一平君。君が飛んでくるジェット機を叩き落とす。するとそこへアイゼン号がやってきて君に向かってミサイルを撃つ。わかるかね。君は倒れる。そこまでやるからね。わかりました。いや、それじゃあ行くよ。よーい、スタート。よかったよ、一平。演技賞ものダンス。何が演技賞もいいよ。お前はゾビーナ。お前のような弱い怪人は見たことないわ。あんたみたいな奴はこうしてくれるんだ。あれだ。一平さん、大丈夫？くそ、ゾビーナ、貴様。みんな、ここは俺に任せてくれ。一平、無茶するな。これはどんなもんだ。頼む、波に通れ。どうだ。やばい。
ゾビーナの気を引きつけることはできるでしょう。その隙に僕が一平さんを助けます。なんだなんだなんだ今だ。おい助けてくれ。おい一平大丈夫か。大丈夫今行くぞ。心配するな。
今アイゼンボーンが撃退している。そこだ、やっちまえ。シャドウ、ゾビーラを助けに行け。映画も同じ原理なんですよ。つまり影絵みたいなもんで、光を遮れば消えるわけです。映画は電源を切れば消えるでしょ。だからあの怪獣を消す方法は太陽です。太陽。そしてスタッフの皆さん、私たちがついていながら申し訳ない。
いや、何もなくなったが君たちの責任じゃないよ。それに我々が映画を捨てるわけないしな。そうだろう、みんな。そうだろう。まあ、頼もしい。吉本君、どうもありがとう。君があの影怪獣を消す方法を考えてくれたんだって。おかげで助かったよ。いや、僕たちの方が勉強になりましたよ。あの影怪獣の理論を研究すれば立体映画が作れるんですよ。そう、私はこの吉本君と協力し合い、立体映画を完成させてみせるよ。ところで一平君、君はその映画の主演をやらんかね。本当ですか。うん、君なら超一流の怪獣役者になれるよ。魔王ゴッデスはゾビーナと津波怪獣ワーラを使って攻撃を開始する。海岸地帯を襲う凄まじい大津波、愛と善を救った謎の青年武蔵、アイゼン坊と共に戦うカプセル怪獣ゴールダ。次回、恐竜大戦争アイゼンボーグ怪獣軍団最後の大進撃。どうぞお楽しみに。